三国同盟と三国協商。三国協商は19世紀末から20世紀初頭においてイギリス、フランス、ロシア帝国の各国の間で締結された露仏同盟、英露協商、英仏協商によって作られた三国の協調関係を指した言葉。英仏露協商とも言い、独王位同盟と対立し、第一次世界大戦の主要な交戦国となった。当時の国際関係はドイツのビスマルクによって形作られていた、いわゆるビスマルク体制、すなわちフランスの国際関係における孤立作戦が行われ、一時的にヨーロッパでは戦争のない小康状態が作られていた。しかし、ドイツにヴィルヘルム2世が即位するとビスマルクはこの皇帝と衝突し、1890年に退陣する。ビスマルクの首引きを離れたヴィルヘルム2世はすでにビスマルクによって形成されていた三国同盟をビスマルクの思惑とは異なる方向に利用してオーストリア・ハンガリー帝国やイタリアと接近し、当時の植民地の過半を所有していたイギリス・フランスから植民地のパイを奪い取ろうと画策した。またこれもビスマルクによって調印された独露再保証条約の更新を拒否する。これによって外交的に孤立したロシアは同じく孤立していたフランスに接近し、翌年の1891年から1894年にかけて交渉を行い、1891年に政治協定を、ついで1894年に軍事協定を成立させた。その動きを見たドイツは行動に移り、いわゆる三バイト政策を推進して西アジアへの進出を図り、イギリスの 3C 政策との対立を深めていった。こうなると最強国イギリスの力をもってしても、西アジアにおけるドイツ、東アジアにおけるロシアという二つの敵を独力で抑えることは難しくなった。長い間保持してきた栄光ある孤立を放棄し、1902年に日本と日英同盟を、1904年に長年の宿敵、フランスと英仏協商を結んで、それぞれロシアとドイツの伸長を食い止めようとした。さらに1905年の日露戦争におけるロシアの敗戦により、東アジアにおけるロシアの伸長が抑えられた今ならば、ロシアとの利害の調整が可能になると考え、1907年に英露協商を結んだ。この露仏同盟、英露協商、英仏協商によって作れる三国の協調関係を、指して三国協商と呼ばれる。また、三国協商成立に伴って1895年の三国干渉以来のロシア・フランスによる日本の中国大陸進出抑制路線の変更を迫られた。これに基づいて1907年には日仏協商及び第一次日露協商が締結されて日本も三国協商の枠組みに実質上参加することになった。この三国協商と三国同盟とは、当時の列強が二分して、相違争う状況を作り出した。しかし三国同盟からは、早々にイタリアが脱落し、1902年にはフランスとの間で仏意協商を結ぶ。さらに、オーストリアも国内の民族闘争の激化により、機能不全に陥り、実質上は三国協商対ドイツの様相を呈すことになる。その後のバルカン半島の緊張の高まりにつれて、協商の重要性は高まり、三国はさらに関係を緊密にしてゆく。第一次世界大戦では三国協商の連合国勢力に対して、ドイツ・オーストリアはオスマン帝国を引き込んで、中央同盟国勢力を作って戦うも、連合国側の勝利に終わった。しかし戦争の途中の1917年に、ロシア革命が発生。新たに誕生したソビエト連邦は1918年にブレストリトフスク条約をもって単独でドイツと講和し、これにより三国協商は消滅した。ありがとうございます。